まあここはスタート地点で、まあ、ダッシュで行きますか。でまあこれはね高速でそのなんかどうせねレース中はね高速だしね、あのこのチャリ漕ぎながらの動画撮りに定評のある吉田がね意外とブレないって、俺あのサイクロンやったからね。はい、ここに1番目がいます。はい、撮りました。すげえ定評がある。やっぱサイクロンほどじゃねえなチャリなんて。あれがね最上級。でもまたいつかねジェットコースターでね動画を撮ることがありそうだからね、絶対あるからね。富士急行こう。富士急なめてる。富士急は俺のテンションだけでも精一杯だわ。吉賀のもうあれで精一杯だわ。はい、そこで、はい、2番目がいます。はい、ゴー。ここでまああの外の表通りで、これちょっと交通量が多いから注意。でも分かりやすいコースだよね、意外と。意外と分かりやすいコースだよね、結構。一周沿いだもんね、学校の。これ、あれ、確か持久走にも使われるコースだったはずだから、うん、単純だよ、結構。で、ここで、そこに3個目がある。意外と生存確認にもなってんな。これ生存したらね、一周ぐらいはまあ大丈夫ってことが分かるから。いや、逆に一周でなくなられても困るんだけどね。あのそれは困る。それは超困る。もう9番入れるしかないからね、どっかに。もう。あ、一応9番呼び扱いにもなってっからね。吉田さん、3つ消えた。3番しかなかった。7番封鎖できません。7番は生きてた。7番生きてた。で、ここが一直線コース。ガンダコースもさ、途中で車が来るか車に来ないかも、運の要素も強いよね。まあね。だからあのさっきの交通量の多い道路とここは本当に運要素だと思う。絡むと思う。お前がここ通るあたり通るときにね、ちょっと知り合い呼んで、ちょっと車めっちゃ通ってもらうわ。ひでえな。5台ぐらい運抜け通ってもらうわ。どうすんね、突然検問とか始まったこれ。もうどうしようもねえだろ。もう10分とかなっちゃうわ。お、ナイスアイディア。検問ですみたいな、なんか不審者情報流してさ検問にするみたいな。携帯片手に。それかさ、わざわざ自分ちの車を事故らすとかさ。はい、なんだかんだでこのスタート地点、スタートゴール地点に戻ってきました。なんかモノポリーみたいなね。モノポリーだったら50円だけ 50G もらえるところね。はい、じゃあ星野からかな。荷物は預かっとこうか。あんま変わんないね。 でもこれぐらい、これは持ってくよ。あ、これは頼む。こカゴの中はゼロにしとくよ。俺も後で頼むからさ。分かった。じゃあ星野からスタートで動画を切って始めて、3、2、1でスタートで。で、3秒切る感じにします。とりあえず、今仕掛けて撮ってくれるんでしょ？そう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 。オッケー。ああ。よし、じゃあ一回切ります。3、2、1、スタート！始まりました、星野の挑戦。さあ、星野はどんぐらい戻ってくることができるのか。音が消えましたね。ちょこちょこ音するわ。まあいいや。お、余裕かわしたな、最後。2分4秒だ。じゃあ、まあ、開封は後でで、俺が次スタートします。これ思ったんだけどさ、あれだわ。これ動画切っちゃいけないんだわ、最終最後で。さあ。そうだよ、ほら、タイムが測れないからさ。あ、そうだ。だから一回このスタート地点がビャーって行って見えなくなったらもう どこ向けててもいいんだけど、最後のところだけもう一回構えればいいんだよ。でタイムから3秒引けばいい。オッケー。じゃあ俺も行きますよ。星野はまたここで観測してもらって。辛い、思ったより。意外と距離あるんじゃね。酸素のやつちょうだい。きつい。シューのやつちょうだい。もう冬だしね、乾燥するからな。じゃあ吉野の挑戦もします。3、2、1、スタート。あ、やばい、スタート。いってらっしゃい。さあ、何秒で帰ってくるか。違うよな。いや、そうそう、で、来るか。超飛ばしたんだけど。1分56秒ぐらい。やったー。お疲れ様です。くつく、強い。
ナンバー9は君のものだ。すっごいことしたわ。ん？なんか封筒近づいた瞬間にさ、こう持ち替えてさ、こういったわ。パッて取ってたわ、シャーッ。それはさ、そんなさ、神業する男とさ、一、うん、回一回降りた男じゃさ、やっぱ8秒ぐらい差つくよね。うん。で、最後さ、あの封筒刺したとこあったじゃん。ちょっと破いちゃったんだけど。で、ビリッと落としたんだけど、なんか。見てないけどね。まあ、その手に対して買ったかな。器物損害を与えたからね、吉田君は。でもまだ中身わかんねえからな。器物損害してまで買った男と。うん、安全ルールの安全運転して負けた男だから。教習所だと星野の方が優等生、そう、レーサーとしては吉野のが優等生、そう。じゃあゴブゴブですわ。また行きましょう。初詣の時神社に行って星野の結果を見ると、はい、まだ分かんないからな。いやー5対4じゃ厳しいっしょ。まずさ9番がさ大して価値がない可能性もあるし、まず9番1万ぐらい入ってんじゃないの。分かんねえよ。ゆきつさん入ってんじゃないの。まあ一回見に行きますか。行きましょう。結果発表のお時間です。ちなみにタイムが早かったと10秒ぐらい早かったがために9番を取った吉田。タイムが遅かっただけに準奇数になった星野。そう、俺は2、4、6、8、9になってしまったんだ。1、3、5、7、完奇数。かっこいい、準奇数ってやめろ、ね、怪人みたいなことやめろ。取れてるよな、取れてるよな。やめるナレーション。じゃああれ、紅白のさ、玉出して、イエーイみたいにやるみたいにさ、あの、一番若い数から出してって、俺が最後9番開けるみたいな感じで。じゃあいきますよ。1枚目。いくら？ゆきし3万。3万？これ1000円。この人やばくねこれ。でも3万円でしょ。おい1000円。2枚目3番。うわ懐かしいなこれ。これバスセットですね。え、あ、いやそれはあれで、あのお金持ちセットってやつで。100円。吉田くん1500円。 iTunes がやっと買います。やばくねこれ。まずいよ俺、負けるよこれ。2800円。それ含めて2800円。星野くん2800円です。合計は32800円。32800円。わかりました。じゃあ次行きましょう。5番6番。うっそ3000円。またやば、4500円なんだけど。 iTunes カードが3枚になっただけじゃん。待ってよ、4500円だぞこれ。1万、3万、62800円。そんな、うん、5000円が6枚入ってた。うっそ、もう負けたじゃん俺。何ちゃって6枚。うん、超もらってるやんけ。めっちゃ親戚が来た時の子供やんけ。62800円。お、これでも分かんない。9番がどんぐらい入ってる。1万にも行ってねえからな俺。8番。7番。やっと1万円が手に入った。14500円。5000円だから67200円。あ、じゃあ67800円か。おう、じゃあ最後の9番開けますよ。67800円。うわっうわっ、いや、やばいかもしれない。1000円だけだよ俺。3000円。いい勝負かもしれない。4000円。いや全然いい勝負じゃないと思う。5000円、6000円、7000円、8000円、9000、1万、1万1000、1万2000、1万3000、1万4000、1万5000、1万6000で、いや2万500円だもん全部で。いくら？67800円。67800円。レースの勝者は吉田。そう、この企画全体の勝者は星野。今年はいい年になりそうだ。なんかあれですね、ちょうどいい状態かもしれないですね。レース勝ったやつとお金勝ったやつだから、ちょ、俺の最初の企画を立案した時思った通りの感じになったわ。俺の予想では逆だった。星野がレースで勝って俺が金勝つ予定だった。ちょっと変わったけど、でも9番取ったのに星野が勝ったっていうのはね、やっぱね、やっぱこの企画の醍醐味ですよ。
星の圧倒的勝利。邪魔しな国はあれあのなんだろう、この商品、豪華商品として このお金を全部あげますよ。やーい星野くん、お金持ち。星田、はい、焼肉行くぞ。 See you next time!